少し暑い。あ、すまん。私はティルビッツ。北方で一人だけの留守番が長かったせいか、いつしか孤独なる北欧の女王と呼ばれるようになった。いいあだ名だと思うのはやめてくれ。この名には虚しさだけしかない。北に長く囚われ、故郷に戻ることさえ叶わなかったこの私を、今さら連れて行く気？そう。お前について行って、この世界を見てみようか。待つことに慣れてしまうと、待っていたものの価値が失われる。敵の選択は慎重にね、指揮官。姉さん。そういえば、確かに姉が。もう忘れかけるところだったわ。安全な場所から戦場を眺める。残酷という言葉以外何も言えないこの感触。わかるか？戦略目的か。砲塔を偽装したのに、それが弾薬を撃つためにあるわけではない。皮肉だと思わないか？寒いか？後でどう料理してやろうか。任務をきちんとこなそう。任務があるだけで、どれだけ幸せなのか、そういつか思うようになるだろう。任務の報酬、いいね。あなたのメール、羨ましい。指揮官よ、戦場にはよく顔を出した方がいい。裏仕事を長くやりすぎると、命の重さをいつしか忘れることになるわ。軍事委託が完了したようだが、次は私にも行かせてもらえないか。少し好奇心が湧くんだ。どんなに強くても、相手がないと意味がないが。指揮官、あなたのために戦う。これは、勝利の味。これは、失敗と恐怖に対する悔しさ。チェックメイトよ。自滅する者を守れる者はいない。結局、あなたも私を従わせることができない、無能な指揮官なのか。北の寒さと寂しさには慣れたつもりよ。今さら期待なんかしないわ。持たざる者こそ何も恐れず。しかしこんな勇気が本当に誇らしいことか。一番気分が悪いと思ったのは、待つべきか諦めるべきかがわからない時間だ。指揮官、あなたには待ち続ける価値があるのだろうか。ああ、なるほど。寒さに慣れ、孤独に親しんだつもりだが、人と交流する楽しさと、そばに人がいる時のぬくもりを忘れていただけか。でも今、それを思い出した。
これは心のぬくもり、心の寒さと絶望を溶かすような。ダンケシェン指揮官、北の女王はもう孤独ではなくなったわ。昔の私にとって夏は蒸し暑い季節、ただそれだけだった。今はこの姿を見たらわかると思うが、行こう。皆はもう海辺に集まっているはずよ。指揮官、急ぐ必要はないわ。あなたを待つことはそれだけ価値のあることよ。指揮官、思いっきり羽を伸ばしておいて。普段の戦闘はこの安寧のため。休憩あってこそ私たちの闘志をよりみなぎらせられるのよ。隣にあなたがいれば、海の水平線を眺めているだけでも退屈ではなくなるわ。誤解されているようだけど、私は別に真相のお礼状でも何でもないわ。少し遊んでみようか。ビーチバレー。夕焼け、夜の砂浜はいい景色。仕事が終わったら一緒に海辺でも散歩してみないか。少し蒸し暑い。指揮官、冷気を少し強めにお願いできるか。夏だから致し方ないのね。いくら私でも夏場の任務にはそこまで熱は上がらない。暑いから。姉さんならどう誘ってくれるかと思ってたところだったけど、やっぱり指揮官を頼ったわね。では早く出発しましょう。あまり彼女を待たせない方がいいわ。指揮官、来たのね。夜はまだこれからよ。急ぐ必要はないわ。姉さんとはどんな話題をしていくのかわからないけど、今は時間がたくさんあるわ。だからいずれ話していけるわ。指揮官もそう思わない？実は姉さんのことはあまり実感がなかったわ。しかしいざ会ってみると、一目でこの子こそ私の姉さんだと分かったの。きらびやかな会場で多くの人々に囲まれて、
まるで世界が自分を中心に回っているような光景。これは彼女が欲しいものではないと、指揮官もそれがわかるはずだ。姉さんに会いに行くのではなく、こうして指揮官に頼って誘ってくれるのを待つ。こういうのは妹としての意地悪さなのかしら。外見も性格もどうであれ、あの子が私の姉さんだわ。新しい任務か。ええ、確認してちょうだい。姉さんにももう少し待ってもらうわ。せっかくの宴会だから焦りは禁物よ。まずは少し回ってみた方がいいわ。指揮官へのダンスのお誘いが後を絶たないわね。私も誘ってみようかしら。指揮官、私が姉さんをどう見ているのか気になるのか。新しい軍事委託が完了したそうよ。確認してくるがいいわ。私はここで待ってるから。姉さんならどう戦ったのだろうか。獣王では新年に明けましておめでとうというのか。しきたりに習って服も変えてみたけど変じゃないかしら。似合ってる。そう、指揮官がそう言うならしばらくこのままでもいいか。待っていたわ指揮官。早速新年の挨拶に出かけようか。また誰かの艦載機が飛んでくる前に。松の木にはみんなのよりしろという意味があると獣王の皆から聞いたわ。まるで指揮官のようね。私にとっても何でもないわ。姉さんにも挨拶しないといけないわね。どんな顔をすればいいか。指揮官、一緒に来てくれないか。アラバマが正月の遊びで勝負したいと。たまにはいいか。顔に墨で。やっぱり遠慮しておくわ。寒さに慣れていても思わずぬくもりに手を伸ばしてしまいたくなる。指揮官、もう少し寄ってもいいか。暖かいのは嫌いじゃないわ。人の目も気にしてほしいわ。
ああ、これは心のぬくもり、心の寒さと絶望を溶かすような。ダンケシェ指揮官、北の女王はもう孤独ではなくなったわ。